こんにちは、美脚マエストラの上野ゆりです。今日は激震、靴業界の激震、ラスト、木型の変化についてお話しさせていただきたいと思います。近年バレーシューズがとても流行っていて、結構馴染みがあるっていう方もいると思うんですけども、とうとうですね、ラストもだいぶ形を変えてきたっていうことですね。私40代ぐらいだったりすると、結構部活頑張ってました的な人が多くてですね、かかとがしっかりと丸みを帯びていて、甲が厚くて、でまあ三点アーチがしっかりと仕上がっているっていう人がとても多いんですけども、若い人に見られる足がですね、かかとの丸みがなくて、まるで本当にあの直角90度近い足型、そして足の甲が全く薄い、どちらかというとですね、しっかりと三点アーチができていないで、触った時に結構ペショペショっとしていて、プルプルっとしていて、どちらかというとこんにゃくっぽい、こんにゃく足の女性が多くて、まあ、骨張っている、あとはまあそれの混合したタイプっていう感じの方が多いと思います。平たい足と、まあ厚めの足っていう風にちょっと分けさせていただきたいんですけど、平たい足の女性が若い人を中心に増えてきたために、バレーシューズがちょうどぴったりなんで、それがとても流行ってきてます。近年ではあのカンフーシューズも流行ってきてるのは、多分そういった平たい足の方が増えてきたからだと思います。で、厚めの足の方はどういう靴が合うかっていうと、かかとがしっかりこう丸みを帯びているので、前滑りしてもなかなかかかとがパカパカっとなりにくいので、ヒール、高いヒールとかもとても似合います。なので自分の足の形を一回見ていただければなと思います。で、自分の足がですね、平たい方は最近靴はすごく探すのは難しくない時代になってきましたので、なかなか合わないっていう靴は結構ないかもしれないですね、うん。で、一方厚めの足の方はですね、靴が合わないわっていう悩みもかえって増えてきたかもしれないです。そういった方は スロートって言って、足の指先まで見えるような葉を探すと、ちょうど足がぴったりとはまってかっこよく見えるので、それも試してみてください。今日は厚い足と平たい足についてお話しさせていただきました。ではまた。美容美脚に対してこれからも情報を発信していきたいと思います。よかったらチャンネル